びっくりした。行って、死ぬ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 、寝る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 、やばい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 、待って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 、寝るよ。はい。あぶねー。いやほんと敵強いんだよね。てかなんか防具がダメなんかな。めっちゃダメージ食らうんだけど。とりあえずもう先に、あーそこに宝箱ある。ふん、トロールいるよトロール。あいつは倒せんだろう。マジこいつらうぜえ。こいつは私が倒そう。よし、ほい、あ、いなくなった。いていていて、どこ行った？あ、いた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 。ほいほいほい、よいしょ、ほいほい。あ、ここにもなんかいっぱいいる。あ、なんかいっぱいある。なんか、あ、持ってきたいものいっぱいある。ちょ、敵が多いな。いって、敵多いよ。ほい、頑張れみんな。体力減ってきてんな。あ、やられちゃった。やられたのどうすりゃいいの。でででででで、ちょっとこいつマジうざい。あ、回復した。無限湧き。もううざいんですけど。お前だよ、うぜえのよ。はい、ここも倒れてる。返事がない。ただの屍のようだ。ミミック、ミミックだ。ミミック強いぞ絶対。あー怖っ。タコ殴りじゃい。いけいけ。いやー、あ、目覚ましリング、なんだそれ。装備装備。眠りの誘惑を退ける指輪、眠りを無効にする、だって。眠りがなんかあんのかな、これから先。よし、先行くか。あ、取れた。あ、待って、持ってきたい。ちょ、まあまあいらないや。取れたぜ。ほいほい、よいしょ。これでもどこに、どこに使うって話だよね。あーん、いろいろ取ってきたけど、あのトロールどうすんの。戦った方がいいのかな。ほいほい、でででででで、こっちは何もないか。とりあえず目指すだけ目指すか、先に。あとでまたね、なんかいっぱいあるから取りに行きたいね。魔導士マジでうぜ。よし、みんなついてきてるね。ここか。あー、なんかこっちにもあるけど。うわー、なんかある。持ってきたい持ってきたい持ってきたい。なんだあいつ。なんか変なのいた。ちょっと先にこっち行くわ。宝箱あったよね。なんか敵も出そうだしな。みんな3人いる時に
トロルたち、やべえんじゃねこれ、やべえんじゃね、トロル倒せる、トロルは倒せるか、大丈夫か、ほいほい、いけるかこれ、あーこれまずいのでは、あ、いけそうだな、頑張れみんな、いけ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 、あぶねあぶねあぶね、いて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 、あー頑張れ頑張れ、倒せるぞ、やったー、倒せるじゃん、意外といけんじゃん、あ、持てない持てないぞ、どうしよう、石、いやちょっとこれいらないか、これ捨てよう、でもこれ拾ったところでな、この中何入ってんの、なんと発明メモを見つけた、あ、これか、あー、座るじゃないよ、ちょっと待って待って待って、持ってきたいな、持ってきたいな、めちゃくちゃ、これ何、トロル様の戦利品コレクション、あーこれも持ってきたいいいや、ここは後でまたね取りに来よう、じゃあそこの「Q」って書いてるとこはなんだ、姉子が閉じ込められてるところか、この人は何、これこれこれ何、話す、おや君は僕の姿が見えるのかい、何こいつ魔物、それでこんなところへ何をしに、ひょっとすると牢に捕らえられている女を助けに来たのかい、だとしたらやめておくんだね、あんな女を助けるとろくなことにはならない、ん、どうしてかって、それはね、魔物だなこいつ、あの女が人殺しだからさ、なんか言ってるね、あたしとしたことが、悪いことは言わない、さあこのまま引き返すんだ、あたしとしたことが、話す、だ誰だいそこにいるのは、ひょっとしてあたしを助けに来てくれたのかい、たく嫌になるね、こんな情けない姿見られちまうなんて、この牢屋はものすごく硬くてね、どでかい大砲でもなきゃ壊せやしないさ、まず大砲を作る手がかりを探すんだ、そしてアジトで大砲を作ってもう一度来ておくれ、大砲を作る手がかりはこの城の中にいるトロルが握っているはずさ、頼んだよあんたのこと待ってるからさ、姉子助けるぜ、てかこいつ誰だよマジで、トロルもう一匹いるじゃん、あいつも倒した方がいいのかな、これ1枚で足りんのかな、あれどこだっけ、そっちの奥か、ちょっと待ってよ、ほい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 、こいつ強いな、やっぱなかなか、ここにもほらトロルいるじゃん、これはち、あっ、あっ壊せない、トロル来た、いた、ええー、ちょっと待って待って待ってみんなじゃあ一回帰ろう、いったん帰るよ、ほれ、はい、みんなも一緒に飛んでくるよね、大丈夫だよね、固まってたから大丈夫でしょ、3人、あ、来た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 、あそこでさバイバイしたら大変だからね、じゃあとりあえず寝るよ、とりあえずじゃあ大砲を作ってもう一回行かなきゃいけないと、いや大倉庫マジで作りたいんだけど、何回も寝れば木育つかな、育たない、育ってんのこれ、育たないの、これ以上育たないの、杉の苗ちょっとここら辺に、はい、これも杉の苗かな、育たないの、
じゃ。はい、とりあえず依頼はこなしたから。ちょ。うおー、トロルを倒して発明メモを手に入れたな。どれどれ、ちょっと俺に見せてくれ。はい。ふむふむ。ダメだ、俺には何が書いてあるかわからん。まあ、とにかくこれでマシンメーカーってやつが作れるわけだよな。そいつがあれば姉子のいる牢屋を壊す強力な兵器を作れるはずだぜ。ん？なんだって？姉子の牢の前で人と話しただと？みんなには見えてなかったのかな。うわ、姉子が人殺し？その牢の前にいたって男が言ってたのか。いや、前もいただろ。あんな場所に人がいるとは思えねえ。どうせ夢でも見てたんだろう。お前の夢にかまってる暇はねえんだ。さっさと姉子を助ける準備にかかろうぜ。さあ真宙、この発明メモの解読は当然のことのようにお前に任せる。ガロンマジで何もしねえな。さっさとマシンメーカーを作って姉子の牢屋をぶっ壊す兵器を開発しようや。大丈夫？作れる？鉄のインゴット、持てないんじゃないの。あ、持てた。マシンメーカー、はい。で、何、お願い事は。お願い事じゃねえや。頼み事は。おお、すげえじゃねえか。マシンメーカーの作り方をひらめいたんだな。さすがはビルダーだぜ。どこの筋肉でそんなこと思いつくんだろうな。頭だよ、筋肉じゃねえよ。そんなことよりマシンメーカーを作ったら次は姉子の牢屋をぶっ壊す強力な兵器の開発だ。どうだよマヒロ、こうドッカーンとド派手に牢屋を壊す兵器、何か思いつかないか。強力な兵器をひらめいたら実際に作って俺に見せてくれよな。もし兵器のための、木材が足りないなら苗木をアジトに植えて育ててから木材にするんだぞ。木材が必要ってことか。大砲、はい。育ててからってさ、ってあれ以上育たんのですけど。は？マシンメーカー、どこで作る？マグマの岩が必要なんだ。木材は私が欲しいところだよ本当に。ちょっと何日間か寝てみようか。いや、ちょっと寝てみたんだけど、多分拠点内でしか育たないのかもしれない。この状態で寝てみるね。ほい、育つかな。あ、育ってるね。いや、でもあれの状態じゃないな。もう一日かな。どう、めっちゃ生えた。めっちゃ生えたわ。これでいいのか。次の原木、木材、はい。これって切り株のままにしといて生えてくんのかな。生えてこないのかな。もう一回植えてっていう形かな。よいしょ、ほい、よいしょ。あんまり端っこにするとこうなるな。あ、やばいやばい、ちょっと待って。一回壊して、耐久度が下がってるからね。んで、あ、置ける？あ、置けた。んで、またちょっと植えとけばいいか。ほい、よいしょ、はいはいはい。
微妙微妙だな。1個余るな。1個どっかにちょっと植えとこっか。ここら辺にはもう取らないよね。で、木ができた。木が木材できる。できた。これでようやく大倉庫が作れる。きたー、大倉庫。よいしょやったね。荷物ちょっと整理しようか。はい、荷物まとめて、溶岩岩を、持ってきました。で、こっちか。こっちでマシンメーカー、よし、オッケー。で、マシンメーカーをまあ、ここら辺でいいか。はい、トロッコマグマ電池、なんかよくわかんないのいっぱいあるな。マグマ電池、あ、作れる。はいはい、壁掛けランプで大砲、はい、1個でいいのかな。よし、 OK。 荷物まとめて、大砲持って1個でいいのかな。もう一個ぐらい作っとく？マグマ電池。はい。よし。で、大砲。トロッコなんかどこで使うのよ。作ってくれって言われんのかな？はい。ウホーマヒロ、これが大砲か。すげえ、すげえぞ。この大砲があれば、アナゴが入れられてる牢屋もぶっ壊せるってわけだ。おお、アナゴ、ついに助けに行きます。魔物に捕まり、さぞ恐ろしい攻めくを。ん？お前どうした？何を柄にもなく、真面目腐った顔で考え込んでんだ？人殺しのところでしょ、多分気になってんの。何？魔物が猫から聞き出そうとしてる秘密って何だろう？だって？マヒロ、すっとぼけた顔をしてる割にお前って案外細けえことを気にするんだな。難しいことは俺には分からん。俺は姉子を助け出せればそれでいいんだ。本当に助け出しちゃっていいのかな。さあ、いよいよ、いよいよだぜマヒロ。姉子救出作戦第2弾の決行だ。大砲を引っ提げて姉子を助け出しに行こうぜ。